こんにちは、とみとです。今日はですね、いろいろ飛び飛びにいろんな話題を喋ろうかなと思うんですけど、この間DS のソフトを、今になって初めてやったっていう話をしまして、で、あれからまあいろいろね、やってはやめたりとかしてるんですけど、一番そのこれ長くやるかもなというふうに思っていた動物の森なんですけど、もうやめちゃいまして、やってみたらですね、想像と全然違ったんですよ。これのために、まあこの間も言ったんですけど、この間のその時にもスイッチをね、これのためにスイッチを買ってやろうかなとかぐらい思っていたやつなんですね。で、動物の森自体はiOS 版があるんですよ。ちょっと、なんていうの、その、ゲーム機でやるやつとはちょっと違うけど、なんとなく、その、動物の森の感じがやれるっていうやつなんですけど、それをね、何年前だったかな？もうかなり前、6、7年前にやったんですね。で、まあ、どれくらいやったかな？ 1 ヶ月くらいやったのかな？もう、放置して、ずっとやってないんですけど、アカウントもちょっとわかんないんで、今から見るっていうのもね、ちょっと難しいんですけど。なので、動物の森自体は、なんとなく一応それでやったことがあったんですけど。まあ、やってみたらですね、全然なんか、こんなゲームだったんだっていうふうに思いまして、なんだろうね、その、動物の森の、その、世界というか、それ自体は、多分どれやっても大体一緒だと思うんですけど、あの感じ、あの、絵の感じとか、やることとか、それは変わんないと思うんですけど、何が、そんなにこう、違ったかっていうと、まずなんか最初からめんどくさかったんですよね、すごい。一番最初にバイトをさせられるんですよ。iOS 版でやった時ってどうだったかなってちょっと思うんですけど、まずね、そのゲームの流れとしては、最初なんかタクシーに乗ってんですよ。で、あなたの名前はとかって聞かれて、まあそこでだから名前とか性別とか決めるんですよね。で、まあそこで決めて村に着くんですけど、なんかそのね、タクシーの運転手のね、その喋り方もなんかちょっと嫌な感じなんですよ。それがブラックユーモア的な感じだと思うんだけど、だからその、DS の最初の動物の森、おいでよ動物の森かな。それが出たのは何年なんだろう。2000年代一桁台だと思うんで、まあ今から15年ぐらい前、もうちょっと前かな、になると思うんですけど、その時のなんだろう、その社会のというか、のノリとかとはだいぶ違うっていうのもあるかもしれないけど、なんかその辺からちょっと、こう、トゲがあるっていうか、なんかちょっと嫌な感じだなって、その時からちょっとね、そのタクシーのとこからちょっと思っていて、まあでもそれはいいやと思って。で、そのタクシーが、島っていうか村に着くんですよね。で、そうすると、まあ最初に役場に行くんだけどな。それでなんか手続きみたいなのをするんですけど、その役場の人はペリカンの人、あの人は全然いいんだけど、でその後に、あなたの家はここですみたいな感じで家をね、こう、まあ、紹介というか、まあ家に連れてってもらって、まあここがあなたの家ですって言って、最初はなんかすごい狭いんですよ。狭い、なんか、ワンルームの2階建てみたいなね。で、そんな感じで。で、だんだんその家をこう、広くしていけるんですけど。で、その家を、あなたの家をここに建てましたって言われて。で、その、家の代金を払わなきゃいけないっていうことになるんですよね。で、その、たぬきちさんっていう人がいて、その村の中で、1個だけそのお店があるんですけど、その人のね、お店に行くんですよ。で、そうすると、家を建てたので、お金を払ってくださいって言って、
何万だっけかな、最初。あ、10もないか、1万8千とかかな、そのゲーム内のお金で。だけど、最初は全然お金ないんで。そうすると、じゃあ、うちでバイトしなさいっていうふうに言われるんですよ。で、バイトそれ以外にも、海で魚釣ったりとか、あとは、捕まえたりとか、で、それを売ったりとかね、することでお金は作れるんですけど。で、その、たぬきちさんに、最初にこき使われるんですよね。家のローンが1万8千円あるんで、すぐじゃなくていいんだけど、振り込んでくれっていうことで、で、たぬきちさんの店でアルバイトすることになるんですよ。で、僕はね、この間もちょっと言ったんだけど、チートコードっていうのがあるんですね。この僕がやってるやつは、エミュレーターで、なんていうんだっけ。エミュレーターっていうので、このソフトを動かしてるんですけど、それにチートコードっていう、なんていうのかな、コードを入れることで、最初からお金がマックスになったりとか、銀行の口座が、上限までお金が入ってるとかね、そういう、ズルができるわけなんで、それをね、やっているんですね。だから、たぬきちさんに、家の代金を払うためにバイトしろって言われた時、すでに僕はもうお金は、上限まで持ってて、しかも使っても減らないっていう状態になってるんですよね。だけど、なんていうのかな。バイトする必要ないわけなんですけど、それを一応やらないとゲーム的に前に進めないんですね。だからやんなきゃいけないんですけど。なんかね、すごい指図されてね、嫌な感じなんですよ。あれやれこれやれっていう感じで、で、あと、寄り道すんなとかね、さっさと行けとかって言われて、あとは島の住民全員に挨拶してこいとか、そんなことも言われるんですよね。で、あと家に入るときはノックして入れとか、なんだお前とかっていう感じなんですけど、ちょっと。そういう感じでね。で、その村の住人も、みんな話しかけるとね、暗かったりとか嫌な感じなんですよね。あと誰だっけかな、洋服屋の人はマシだったかな、全然。それとあとたまに村の役場の前に出現する、会員制のお店っていうのがあるんですよ。合言葉を言わないと入れないっていうね。そこでしか買えないものがあるんですけど、そこのやつもね、すごい嫌な感じでね、なんでこの動物の森に出てくる人たちって嫌な感じなんだろうなとか思って。まあだから、他の人には全く話しかけずに、もう黙々と毎日、たぬきの店に行って、リフォーム、家をどんどん大きくする、改築の話を進めて、で、それが終わるのが1日かかるんで、次の日になったら、またそのたぬき地のとこに行って、話しかけると、家出来上がったって言われて。で、また振り込んどいてくれって言われるんですね。なので、役場にまた行って、そこで、お金を払って、そうすると、返済完了っていう風になるんで、その返済完了になってから、もう一回その狸の野郎のところに行って、話しかけると、さらに家をでかくするかっていう風に聞かれるんで、はいっていう風に言って、どんどんそれをやっていったわけなんですけど。もうだから、普通はその中でいろいろやって、お金を稼いだりとか、物をゲットしたりとか、するわけなんですけど。でも、お金のためにやんなくていいから、お金があるんでね。だから、何にも正直やることがないんですよ。とりあえず家をでかくするために、たぬきちんとこに通って、あとは、たぬきちのところで買い物をしていって、いくら以上になると、その店がでかくなるんですよね。で、最終的には百貨店になるっていうことなんで、そこまでやろうかなと思ってたんですけど、ちょっと嫌なものを見ちゃって、それはですね、このゲームって、ハードが変わるたびに新しいものが出てるんですよね。
DS の時って2種類出てるのかな、これの以外にも。で、それとか、最近だとスイッチで、あつ森って言われてますけど、集まれ動物の森が出てますけど、あれをやってた人が、そういえば DS のもやってて、あれは今どうなってんのかなと思って、久しぶりに、その、電源をつけたら、なんか草ぼうぼうで、なんか虫もいっぱい出てて、大変なことになってるっていうね、のがあって、なんかそういう風になる、そういう仕掛けのなってるゲームなんだと思って、ちょっとなんかね、すごい嫌になっちゃったんですよね、それを見て。だからなんか、その、人のなんていうのかな、出てくるキャラクターの、こう、嫌味臭さ、陰気臭さと、あとはその、汚くなるっていうね、放置しとくと。まあ、放置してそれから見るってことはないと思うけど、僕は。なんかそういうゲームなんだと思って、ちょっとね、まあ、DS なので、グラフィックも別に綺麗じゃないし、だからちょっともういいかなと思ってね、やめちゃって今、セーブデータも消しちゃったんですけど。まあでも、チートコードがあれば、ただ家をでかくするだけだから、やることは。あとは家のその中ですよね、インテリア。それをこう、物を買って、もう物を買うとか、人からもらうとかっていうのもあるらしいんですけど、それでこう、まあ作っていくっていう感じなんですけど。まあでも、正直そんなにやることないのかなっていう気はしちゃうんですよね。店もなかなかでっかくならないんで、まあいろんなものがそんなにどんどん手に入るってわけじゃないので。だから、時間が必要ですよね、あれは。家をでかくするのにも、その、一日っていうのがまあ必ず必要だし。だからなんかちょっと、もういいかなと思って、やめちゃったんですけど。あとね、村の中の移動がすごい面倒なんですね。車がないのかなとか。でも、まあ、車があったとしても、橋を渡んなきゃいけないんで、結局、空が飛べないとちょっと、めんどくささは、無理かなって感じなんですけど。あ、そうそう。あとね、そう、土曜日になると、毎週、家の前に保険屋が来るんですよ。保険屋、なんか知らないけど。保険屋ですって言ってるわけじゃないんだけど、家の前にいて、なんか来るんで、最初知らないで話しかけたんですね。そしたら保険屋だっていうことで、で、延々とこう話を聞いて、で、入りますかって言われるんで、別に入ってもお金がいっぱいあるから別にいいんだけど、まあ、別にいいやと思って、いらないっていうふうに言うんですよ。断るんですね。だけど、断っても延々と同じ話をして、入りますかってまた聞いてくるんです。まあ、それをね、10回ぐらい断ったんだけど、全然断れなくて。で、調べたら、断れないっていうふうになってるらしいんですね、それは。一回話しかけちゃったら、ダメらしいんです。じゃあ、これ、セーブしてないから、リセットすればいいやと思って、リセットしてやり直したんですよ。そしたら今度は、リセットしたら、家の前になんかモグラが出てきて、リセットするなっていうふうに説教みたいにしてくるんですよね。それはどうやら、そのリセットすると、必ずそのモグラが出てきて、なんかグズグズ言ってくるらしいんですよ。なんかね、で、しかもね、その、モグラのやつもね、すごい嫌な感じでね、今はこういう喋り方だけど、2回目からもっとなんか、きつく言うからみたいな感じに、で言ってくるんですよね。もうなんか、たぬきちきじゃない、その最初のタクシーのやつから、それから、たぬきから、そして村のやつ村のやつら、そしてあと、なんだっけ、保険屋と、それからモグラね、なんかなんだよこいつらっていう感じになってきて、あとそうそうそう、株を売ってるやつもいるんだけど、そいつもね、買ったそばからさらに買いますかとかって言ってくるんですよ。ゼニゲバだらけですよ、ここの村は。動物の森じゃなくてゼニゲバの森だったんですね、 DS 版。他のやつはわかんないけど、iOS 版やった時はこんななんか嫌だなと思うこと一回もなかったんですけど。何なんですかね、これは。ちょっとこんなのだと思わなかったんですけど。まあ、お金もなくならないから株やる必要すらないんですけど、なんかすっごいね、嫌な感じでね、
たぬきちの店にあいつらを蹴散らすマシンガンかなんか売ってないかって思うぐらいですよ。最後にはたぬきちも撃ちますけど、なんかね、ちょっとすっごい嫌な感じがしちゃって、やめました。今のところは。ただやっぱり、たぬきちの店のがデパートになるっていう、最終的に。っていうのをちょっと見たいかなと思ったんだけど、まあそんな見たかったら YouTube で見ればいいかなという感じなんで、もうセーブデータも消しちゃいましたけど、なんかね、こんななんだと、こんなのなんだっていう感じでね、ちょっと思って、なんか、がっかりってわけじゃないけどね、全然想像と違いました。それからですね、全然話は変わるんですけど、最近知ったことで、飲食店で LINE がないと注文できないっていうところがあるらしいんですね。僕はまだ行ったことないんですけど。で、どういうことだっていう感じなんですけど、席について、で、まあ、オンラインオーダーっていう感じ。だから、お店の人を呼んで、これこれっていうふうにオーダーして、持ってきてもらう。っていうんじゃなくて、注文は LINE でしろっていう店が最近あるらしいんですよ。よくわかんないんですけど。で、そういうところは LINE じゃないとオーダーができないらしいんですね。なので、自分の携帯でそこの店の、LINE を友達登録して、そこから、注文するらしいです。LINE って最近さ、結構問題になってるんです。問題っていうか、そのセキュリティだったりなんだったりっていうのがあって。で、さらに行くっていうのは変ですけど。そもそも LINE ってすごい僕は使いにくいなって、もう何年も前から思っていて、あんまり使わないんですけど。なんか、そのメッセージツールなのに、アドレス帳の機能としても全然ちゃんとしないじゃないですか。フォルダ分けとかもできないし、相変わらず。で、どんどんページ見ても広告が入っていて汚いページになっていて。メッセージのところ一番よく使う。あそこも広告が入ってて、本当に汚いアプリだなと思っていて。で、そうしたらやっぱりというか今、ちょっと前に、なんか問題になりましたよね。で、割と、国のその、官庁とか、っていうところは、使わないようにっていうふうになったんじゃないっけかな。だからそういうのに関して、個人的に緩い人たちは全然いいんだろうけど、店でそんなの LINE を使わないとオーダーができないみたいなふうにするって、すごいなんかずれてるなっていうか、マジかよっていう、思っちゃったんですけど、ちょっと最悪ですね。僕はよく現金オンリーだったらよっぽどじゃない限りそういう店は行かないっていうふうに言ってきているんですけど、それ以上ですね、 LINE でオーダーしなきゃいけないっていうところだったら行かないですよ。何なんですかね、これ。 LINE の営業に騙されたっていうか、そそのかされた店たちってことなのかな。アホなんじゃないのかなと思っちゃいますよね、正直。LINE 自体に信用がないし、さらにLINE で友達登録しないといけないとかっていう、そんなめんどくさいことするのっていうね、ちょっと信じがたいことを最近知ったんですけど。いや、よくわからないですね。で、似たようなことで、タブレットで、オーダーするっていうのはよく焼肉屋とかあると思うんですけど、あとはサイズね、サイゼリアは自前のそのシステムがあって、あそこは自分のスマホからオーダーするんだっけかな ?QR を読み込んでなんとか。でも LINE とかじゃないんですよね。なんかそれも結局コロナの時に非接触にするためにオーダーとか、あとは支払いを、そういうふうに、人を介さなくてもできるように、っていうふうにしたっていう感じですかね。まあ今はだからそれの
そっからの流れで。結局それをやると、オーダーのために人を使わなくていいんで、コストとスピードの部分でいいと思うんですけど。まあでも LINE 使わなきゃいけないとかっていうのはちょっと嫌ですね。で、LINE 使わなきゃいけないとこってどこなんだろうっていうとこで、ざっと調べたら、串カツ田中、有名なとこはね、個人店というか、その小さいチェーン店みたいなのが多いみたいですけど、有名なとこは串カツ田中、それから、これ全部じゃないと思うけど、コメダのアトレ秋葉原店、これはなんか呼び出しに LINE が必要だって。そして、スカイラーク系列のバイキングコースの中のスペシャルメニュー、これはなんか LINE でやんなきゃいけないとかって。で、支払いのことだったら、入り口見たらクレジットのマークとか、あとは PayPay とかなんとか、そういうのが、貼ってあったりして、店に入る前に分かったりしますけど、オーダーに関しては分かんないですよね、これ。だから、なんかいいなと思って入って、LINE でオーダーしないといけない、とかって言われたらもう出るしかないですけど、店を。なんかそんななってきてるんだと思って。僕は相変わらず、外食しなくなって、全然行ってないんですけど。まあだから余計に行かなくなりますね、こういうのがあると。まあ営業とかなんとか考えると、一人では行かなくてもいいし、もう。ね。それから、まあ、飲食店利用するっていうと、誰かとご飯食べるとかっていう時だと思うんだけど、もうそれも、すごいこう、なんていうの、あんまり気軽に行かず、人を選んで、店も選んでっていう感じにすれば、気軽にこういうとこに行かなくて、こういう目に遭わずに済むのかなっていう感じがしますけど。あとは、そうだね。今特に飲食店で気にしてるのは、そこにどういう人が来るか。お客さんがね。どういう人が来るか。あと、どういう人がやってるか。その両方で信用できないっていうか、嫌だなっていうのがあったりやめてますね。だからパッと見て、こういう種類の人間が来てる店なんだと思ったらもう行かない。嫌なことが起きる可能性のある場所と思って行かないようにしてますね。まあ、基本的に日本人を信用しないっていうか、っていう感じかな。だからまあ、他の国の人たち、まあ、だからカレー屋さんとか行くとさ、スリランカの人とかがやってたりとか、中華料理で、中国の人たちがファミリーでやってるようなお店とか、なんか僕そういう方がなんか信用できるっていうか、と思っちゃいますけど、最近は。あとちょっと言い忘れたけど、LINE を使わなきゃいけないってやつで、これ本当かどうか書かない。まあ本当だと思うけど、ゾフ、メガネの、ゾフ、これがなんか LINE がないとメガネが作れないっていうふうに言ってた人がいて、マジなのかわかんないですけど、ちょっと最悪ですね、これは。ちょっと、また調べてみようかなと思うんですけど。とにかく、びっくりしました。行かない店がさらに増えるっていう感じかな。それからですね、7個、セブンイレブンの7個の話なんですけど、もう僕これは二度と作らないぞと思ったんですけど、なんかこんな話ばっかりですね、今日もね。7個を、まあ、僕全然使ってなかったんですよ。使ってなかったんですけど、ちょっとあることで使おうかなと思って、こういろいろやってたら、もういいわってなって、やめたんですけど、それを消すのにすごい、面倒だったっていう話なんですけど、事の発端はですね、ペットボトルをセブンイレブンで回収してるマシーンがあるんですよ。外にマシーンがあって、その中に入れるとそのペットボトルをこう回収してくれるんですよね。あれ、なんかその潰したやつはダメなんで、ラベルを剥がしてキャップを取って、で、中洗った状態でそこに入れてくださいっていうやつなんですよ。で、夏になってちょっと大きめのボトルでコーヒーとか飲むように、
になったんで、まあ家です、ですけど、ブラックコーヒーね。それを捨てるのに、外に出た時にセブンに持っていこうと思ったんですよ。で、2リットルのサイズまで回収できるんですね、あのマシンっていうのは。まあだから、大体の大きさのやつは、回収してもらえるんですけど、だから家でその、飲み終わったやつを洗って、出かけるときに、その通り道のセブンに行って、それを一本、こう、ポンと回収してもらってっていう風にやろうかなと思ったんですね。で、それをやると、そのセブンは、7個を持ってる人には、7個ポイントをつけてくれるっていうのがあるんですよ。まあ、大してつくわけじゃないんですけど、ペットボトル1本で、リサイクルポイントっていうのが2ポイントもらえます。で、500、リサイクルポイント500貯めると7個ポイント50になるんで、まあだから500ポイント貯めて50円になるって感じかな。だから、相当長いで、まあ正直やらなくてもいいかなっていう感じなんですけど、250本持っていって50円相当ですよね。だから、ちょっといいかなっていう。だけどまあ結構この夏、そのコーヒーを飲んで、そのボトルを捨てる機会がね、あるんで、そのセブンの回収マシンを使おうかなと思ったんですよ。で、まずギャラクシーに7個を登録してみたんですね。Google ウォレットから新規発行ができるんですよ、7個って。簡単でしたね、すごい。で、その後ウェブから、そのブラウザで7個のサイトに行って、登録だったかなんだかをやるんですよ。で、やって、個人情報の変更とかなんかをやろうとしたんだっけかな。あ、じゃないか。セブンのアプリがあるんで、それに今作った7個を登録しようと思ったんだ。そうそう。ギャラクシーの、ウォレットアプリ、そっから7個を作ったんですけど、セブンのアプリがギャラクシーに入ってたんで、それに、その、今、作った7個を登録しようと思ったんですね。で、進めていったら、2段階認証を強制させられるんですよ。で、そのために電話番号が必要なんですけど、その電話番号が、メインの、携帯今僕2回線持ってるんですけど、メインの回線の番号を入れたら、この番号はすでに使われているので使えないっていうことなんですね。どういうことかっていうと、前に僕カードの7個を作ったんですよ。結構前ですけど。タイムズじゃないカーシェアっていうのが、この近所にあって、それを使うために、なんか IC カードを、使う必要があると。で、7個と、スイカとかもあったかな ?7 個と、なんかスイカとか、エディとかなんかわかんないけど、それを持っていれば、それを、カーシェア用にも使えるっていう風に、なってたんですね。で、その時僕、携帯では、あったけど、カードのやつがなかったんで、何にも。じゃあ7個をセブンで作ろうと思って、確か作ったんですね。一番早く作れそうなのが7個だったんで、その時作ったんですけど。で、そして、その時に、今メインで使ってる携帯の番号を多分登録したんで、別の7個に番号が登録してるっていう状態だったんですね。なので新しくギャラクシーで作った7個にその番号を登録することはできないっていうふうに言われたんですよ。で、まあ電話番号はサブのもあるんですけど、そちらはその一応本名と紐付けたくないな、なるべくと思ってたんで、でどうしようかなと思って。で、家の中探してみたら、その時に作った7個のカードがあったんで、じゃあこれをギャラクシーに登録しようかと思って、登録しようと思っても、なんかウェブの方に入れないんですよね、その、カードの方の7個って、何回もやっても弾かれるんですよね。なんかよくわかんなくて。なんかもうこの時点でちょっと7個を使うことをやめる、ことにしました。諦めましたね。結局だってその、リサイクル
の機会のところで、7個ポイントがつくんだったら、やろっかな、くらいに思ってたんですけど、もういいと。やめようと。やめようっていうふうになって、このカードの7個もそうだし、さっきそのギャラクシーの方で作った7個、これもどっちも消そうと思って、一つも持ってないという状態にしようと思ってね、まずそこからもう消すことにしたんですけど。でですね、会員をやめる、大会するためには、ウェブからはできないんですよ。ウェブからできない。なぜなのかわかんないですけど。で、電話するか、で、問い合わせフォーム、からやる。か、それかアプリからっていうね、その、どちらかなんですね。で、まずギャラクシーに、じゃあ7個アプリを入れて、Google ウォレットから作った7個を登録して大会したんですね。これはすんなりできた。ですね。次、カードの方も、大会するようにしたいなと思って、で、どうすればいいのかなと思ったんですけど、iPhone に、Galaxy にそのカードの7個を読み込むっていうことはできなかったんですけど、iPhone には読み込むことができたんで、読み込んで7個アプリをインストールして、その個人情報なり何なり入れて、やっと大会することができたんですけど、まあ今喋った以上に結構、これが大変で、こんなめんどくさいんだと思ってね。で、まあ iPhone にカードを入れたところでカードの方の7個は無効になるんですけど。だからこれでカードもそうだし、すべて持ってた7個はやめることができたんですけど。それまでにね、長いパスワードを何回も入れたりとか、あと iPhone にそのパスワードを端末に登録してある iCloud 経由で、してあるはずなのになぜか読み出せないっていうことがたまにあるんですよね。アプリとか、それとか、ウェブサイトによっては、保存してあるパスワードを読み出せないっていうのがあって、あれなんかどういう基準なのかわかんないんだけど、なんでできないのかわかんないんですよね。あれがすっごい嫌で。だから、1個ずつこう入れなきゃいけなくて、それがすっごいめんどくさくて、そんなの何回もやったんですけど、なんか日本の企業のものってこういうの多いよなって思いまして、なんでこんなめんどくさいんだろうと思って、で、2段階認証でそれもめんどくさくて何工程もあって、これドコモの D アカウント、なんかあれもそういう感じですよね。Dアカウント周りのものも本当に嫌いで全部やめましたけど。Dアカウント今消したっけかな、もう二度と使わないように消したっけかな、ちょっとそれも覚えてないですけど。よくだからなんかを Dポイントで還元しますとかって言った時にも、Dポイントだったらやめるっていう感じですね。Dポイントでもらったら DB払いとかで使うために、Dアカウントを作って、D 払いも、設定して、それぞれなんか、2段階認証して、とかやるわけですけど。しかも、すんなりいかないんですよ、あれはね。なんでこれができないんですかっていう。もう本当、ドコモだと D アカウントには、関わらない方が、穏やかに生きていけますね。っていう感じで。で、セブンのアプリ、で、それも7個のアプリとまた別のアプリなんで、別のアカウントだから、それぞれ作らないといけないんですよね。なんかあの辺もよくわかんないですね。オムニセブンとかっていうのもあったりとかして、ヨーカドとセブンとロフトの系列のやつとかあったりとかして、あれも本当によくわかんないですよね。1個にしてくれよって、こっちはセブンのものって思ったら、セブンのやつで、1個のアカウントでいけないのって。思うんですけど、それで言うと前も言ったかもしれないけど、楽天はアカウント周りは1個のアカウントで、楽天市場から入ってアカウントのところに行くと全部見れますよね。で、解約とか利用手続きもそこから全部簡単にできるんで、ああいうのがやっぱり理想というか正しいと思うんだけど。あっちこっちで分けて、それぞれ作っ
作らせて2段階認証させてとかね。でもっと言えばその認証なんて今スマホからやってるんだったら生体認証一発でいいじゃないですか。指紋なり顔なりあるわけだからですよね。あとそもそもだけど、そのいろんなお店とかがそれぞれアプリを作ってるっていうのが本当に面倒だし古臭いですよね。本当になんか丸亀製麺から何からみんな D マイのアプリ作ってるじゃないですか。でそれがダメだったりして、結局お店と結びつかないっていうか、なんかそういうところがすごい、ね、ダメですよね日本のやつは。あとはスタバは行かなくなったけど、 Apple Pay ではチャージできるのに Google Pay ではできないとかね、そういうのもあったりするんですね。スタバはあと店頭でのタッチ決済もクレジットのタッチができるかどうか未だにちょっとよくわかんないんですよね。まあ行かなくなったからいいんですけど、確かセブンって銀行サービスかなんかやろうとしてシステムがダメで大変なことになったみたいなのありませんでしたっけ。だからそういうことがあると、そのセキュリティガチガチにして、ユーザーにとっては超使いづらくなる。はい、やりましたよっていうのが大事だから、使い勝手は二の次なのがなんか日本企業のパターンなのかなっていう感じですかね。うん、もうだからリアル店舗での買い物を減らしてるから、最近はそんなどうかわかんないんですけど、ちょっと接客されるようなお店だと支払いの時に会員なりませんかみたいな、会員登録させる、でカード作ってみたいな、ああいう個人情報を気軽に集めてるところがありますけど、まだあるのかなああいうのって。最近はまあ行ってないからわかんないんですけど、ちょっと今の感覚常識って言っていいのかなからすると、あんな簡単にその場でカードみたいなのに書かせるのって冗談じゃないなと思っちゃうんですけど、シャネルなんかに香水買いに行った時もありましたね。ディオールもあったかな。まあ、香水なんかは特にシャネルとか偽物もあるから、できたらああいうお店で買った方が間違いはないんですけど、なんかねちょっとそういうのがあると、まあ、偽物に当たってもいいから全部ネットで買おうっていうふうに思ってしまいますね。まあ、香水に関してはあと本物偽物より香りが買うまで試せないっていうねのがありますね。この間も何ヶ月か前ですけど、ジョーマローンだっけ、ジョーマローンとあとマルジェラか、それちょっと試したいなっていうのがあったんですけど、周りにその扱ってるお店がなくって、でいきなり買ってもいいんですけどちょっとなと思っていたところ、メルカリで見たら新品で半額以下、普通に日本で買うものだから、多分海外で買ったり輸入したやつを売ってるんじゃないかなっていうような気がするんだけど、それで、ね、安く買いましたけど、全然いいですねそういうのがあればそっちでね。シャネルはでもどうかな、偽物とかメルカリとかであったりするのかな、ちょっと買い足したいものがあったりするんですけど、まあその話はそんな感じですかね。あとは、そう、良かった話もあって、これはそんなに大した話じゃないんですけど、シャオミのワイヤレスイヤホンがあって、なんだっけ、テレビの、クロームキャスト、Google の、それを、使い始めて、3ヶ月くらい、経つんですけど、で、それでテレビを、まあ、見ることが増えて、テレビで、まあ、YouTube なり、プライムビデオなり、TVer なり、まあ、いろいろですけど、見ることが増えたんですけど、テレビで見ると、トークとか、セリフとか、人の声がたまに聞き取りにくいことが多いんですよね、イヤホンに比べて。iPad だと、まあ、イヤホンって使ったり、まあ、本体の、
スピーカーで聞いたりとかするんですけど、テレビだとちょっとこう聞き逃すことがあるんですよ。で、イヤホンがあったらいいなと思って、で、クロームキャストと Bluetooth のイヤホンを接続するっていうことができるって分かったんで、持ってるイヤホンも使ってもいいんですけど、AirPods とかね。いろいろあるんで。でも、ほとんど他のものと使ってるので、その Chromecast のやつは、それ専用のイヤホンをなんか作ろうと思って、買うことにしたんですね。で、その時に、まあ、ダイソーとかにある1000円とかのやつでもいいかなとか思ったんですけど、やっぱりね、その接続部分が、オーディオメーカーのやつでも微妙だったりする時があるんで、1000円で買ってダメで、結局買い直しとかってなったらもったいないなと思ったんで、まあやっぱ買うんだったら、そのスマホとかを作ってるメーカーのものの方が接続に関しては安定してるかなって思うんで。で、7月に最初の頃かな、Amazon のセールがあったんですよ。で、その時に安めのイヤホンいろいろ見てたんですけど、そしたら、結局、まあ、今回買った、シャオミの、アクティブバズ6ってやつかな。これがちょうど出たばっかりだったんですね。なので、セールにはなってなかったんですけど、2000円だったんですよ。1980円。で、これはいいじゃんと思って。で、どうしようかなと思って、その時 Amazon のセールだったんで、他にもなんか買うものあるかなと思って、そのイヤホンを一応、カートに入れといて、で、2、3日ちょっとこう、他にも買うものあるかなと思って見てたんですけど、そしたら売り切れちゃったんですよ。欲しかった色が。色がね、4色あって、黒と白とピンクとブルーですね。で、ピンクとブルーは、ケースが透明になってて、イヤホンの部分、イヤホンも一部分その透明になっていて、中の基板が見える、みたいな感じになってるんですね。で、その、僕、ブルーのやつがいいなと思って、カートに入れてたんですけど、売り切れちゃったんですね。で、ちょっと待ってみようかなと思ったんですけど、なかなか、在庫が復活しなくて、1ヶ月後とかになってたんですよ。まあどうしようかなと思って、まあ他の色でもいいから買おうかなとか思ったんですけど、まあ急ぐもんじゃないからちょっと待ってたんですね。そしたら先週ぐらいかな。見たら、3日後くらいに配達できるみたいな感じになったんで、すぐ入れて買って、結局ね、欲しかった、いいなと思ったブルーのやつを、買ったんですけど、買って、まあ、その値段なんで、そんなに、まあ、期待はしてないというか、ちゃんと接続できて、音がちゃんと聞こえれば、まあ、全然 OK っていう感じだったんですけど、だからまあ、期待はそんなに、特にしてないっていうか、テレビ用として使えればいいっていう感じだったんですけど、これがね、思ってたより、だいぶ良くって、見た目とか質感は、かなりチープです。プラスチッキーな感じ。チープなんですけど。まあ、軽いし、あとね、その、形が僕、カナル型が好きじゃないんですけど、カナル型じゃなくて、しかも、なんていうの、イヤーキャップがついてない形で。まあ、だから、AirPods で言うと、一番最初のやつ、初代の AirPods のあの形に近い、ああいうスタイルなんで、ああいうのがいいなと思って、いたのもあったんで、まあこれにしたんですけど。だけどね、まあ質感はそんな感じだけど、接続もちゃんと、ペアリング、それも、できたし、ちゃんと、Chromecast と。で、ペアリングした後、実際使う時の接続も早いし、ちゃんと繋がるし、今のところなんか音飛びみたいのはないかな。遅延はちょっとあります。だから、一国のの腹話術じゃないけど、そこまでじゃないけど、ちょっと喋ってる口の動きと、実際に聞こえてくる音が、ちょっとずれてるかなっていうのは見て取れるぐらいなんで、まあ、音ゲーとかやる人はダメだと思うけど、テレビ専用なのでね、まあ全然大丈夫なんですけど、意外に音もいいし、
ちゃんと聞こえてる。もっとなんか、カスカスした音かなとか思ってたんですけど、全然そんなことはない。まあ、とにかく接続がしっかりしていて、音も結構ちゃんと出ていて。まあ、見るのは、まあ、映画とかなんですけど、こんなイヤホンでも、割と、イヤホンでちゃんと音を聞くと立体的に聞こえるんで、映画は結構良くなったかなと思います。でもそんな分ちょっとこう怖いシーンとかね、今まではテレビのスピーカーでちょっと流してるぐらいだったんで、そんな気にならなかったんですけど、そういうシーンは結構ね、耳からこう、恐怖感が伝わってくるんで、まあいいのか悪いのかわかんないですけど。あとはね、YouTube でその散歩系の動画っていうか、音が立体的に撮れてるものだと、このイヤホンのおかげでさらに楽しめるようになりましたね。だからその、例えばビーチにいて、歩いてるような動画とかだと、そこにいるような雰囲気がちょっとしたりとかね、して、これはね、久々に2000円でしたけど、いい買い物できたなっていう感じ。シャオミはなんか今面白くて、サングラスとか、ボールペンとか、あとは、スーツケースとか、全然電気関係ないものも売ってたりとかして、なんでそんなの売るのかっていうと、なんか言ってたな。お店を作った時に、いつでも、置いておけるものをなんか作りたいみたいな感じ。でもなんか、感じだと、ちゃんとしたものは安く買えるっていう感じなんですけど。まあとにかくね、このイヤホン、思ったより良かったですね。思ったよりって、まあ全然、期待はしてなかったからっていうのもあるんですけど。まあだからテレビ用とか、音楽が、いい音で聞きたいっていう、ような人には全くおすすめしないけど、テレビ用とか動画を見るためとか何か専用っていうのはいいんじゃないかなっていう気がします。ポッドキャストとかラジオとか聞く人、この端末にこれ専用っていうのも一個作るっていうんだったらね、いいかなと思います。2000円でね、しかも4色展開あるので、なんかもう一個別の、色で買ってもいいかなっていうふうに気がしますね。例えばまあ iPad を家で使ってる時に、普段だったらまあ AirPods、で使うんですけど、その AirPods がバッテリーがもうないみたいな時もたまにあったりするんですけど、その時にサブとして一個ね作ってもいいかなっていうふうにちょっと思いますね。だからそういう音ゲーとかは、音楽は聴いてもいいけど、とかよりも、なんか動画鑑賞とか、そういう用に一個作ってもいいのかなって思いましたね。もちろんノイキャンとかはないですよ。だけど、安くて、ワイヤレスのものが、とりあえず欲しいっていうんだったら、ちゃんと使えるし、接続もちゃんとしてるしね。これはちょっととりあえずワイヤレスでって言うんだったら、なんか100均とかのものを買うよりかはかなりおすすめしてもいいかなと思います。 Tomito Times Podcast. This program was broadcasted from Spotify.